ジャニーズタレントの過剰忖度が招くリスクと未来への対応。平野市用神宮寺ゆうたと米べえ、べ合流報じなかった2、津のジャニーズ忖度番組番組。7月7日19時、元キングプリンス、キンプリの平野市用26と神宮寺ゆうた25が、滝沢秀明氏41の新会社、飛べ、への合流を発表しました。 その様子を生配信した飛べ公式 YouTube チャンネルには、100番人以上が同時接続するなど大きな関心を集めました。しかし、翌日以降の報道情報番組において、この、平野安神宮寺が飛べ合流、というニュースは、取り合いが分かれたようです。ジャニーズ事務所タレントが出演する番組の過剰忖度。7月7日の報道情報番組において、 ト米への合流ニュースを取り上げた番組と取り上げなかった番組に違いがありました。例として、ズームイン。簡単ふ、サタデーやサンデージャポン、アッコにお任せ、は取り上げた一方サンデーリブ。と、週一はスルーしていたようです。週一は特に注目されました。中丸雄一さんが昨年11月、金プリの活動終了についてコメントし、 本当に応援したい、とエールを送っていたにもかかわらず、飛べへの合流に触れることなく放送されたため、一部のファンからは落胆の声が上がりました。ジャニーズタレント出演番組での飛べ一人上げの意図、制作会社関係者によると、サンデーリブ。と、週一は、ジャニーズ事務所側の指示ではなく、スタッフ側が、 他の番組でもやるし、わざわざジャニーズタレントが出演する番組で取り上げなくていい、と判断した可能性が高いと言われています。一部のワイドショー関係者は、以前に厚生取引委員会がジャニーズ事務所に対して圧力をかけた疑いがあったことを指摘し、今回の件もそれと関連づけて考える声もあります。ジャニーズ事務所の過剰忖度がもたらすリスク。 ジャニーズ事務所が戸部の活動に横槍を入れることは現実的ではないと言われています。やめじゃにとなった平野紫洋と神宮寺ゆ太の影響力が非常に大きいことは周知の事実であり、これらの人気タレントを無視する行為は視聴者に不自然に映る可能性が高いです。ジャニーズタレントが出演する番組サイドとしても、 ファンにいぶかしがられる番組作りはリスクを伴うということを理解しておく必要があるでしょう。番組作りの未来とやめじゃにへの対応。ジャニーズ事務所やテレビ局は今後もファンからの信頼を失わないような番組作りを心がける必要があります。やめじゃにについてもきちんと触れることでテレビ局や事務所に対する印象が向上する可能性があります。 ファンからの強い非難を避けるためにも、公正で客観的な取材と報道が求められるでしょう。ジャニーズ事務所のタレントの動向に対する過剰忖度が番組作りやテレビ局のイメージに影響を及ぼすリスクをはらむことがわかりました。平野紫耀と神宮寺勇太が飛べに合流したニュースを無視することは、 ファンからの不信感を招きかねず、さらなる付けが回ってくる恐れがあります。今後は公正な取材と報道に努めるとともに、やめじゃにについても適切な対応を取ることが求められるでしょう。テレビ局や事務所にとってファンの信頼は非常に重要であり、これを失わないような姿勢を貫くことが、将来に向けての成功への鍵となるでしょう。